ケチらせ。皆さんご機嫌いかがでしょうか。武田信玄との決戦を控え、少々緊張気味のタルコです。やるな。タルちゃんの姉妹分、霊夢です。ちょっと、あんた何いきなり義姉妹の杯から始末宣言してんのよ。敵の城を制圧。いいかそんなもん。あ、これは前回の金プレイですな。アホか。家康殿、仲間になってくれるやろうか。そうですな。あ、逃げた。でも捕まった。うんこのないやつよな。子は余計だろ。逃げまくってるぞよ。ふ、心です。心を攻め落とすのです。あ、忠勝も逃げた。ゲーロゲロゲー。あんたを呪いね。あ。とにかく家康殿たちは早く仲間になるように使者を立てねばな。よいにござります。私としたことが、動揺してしまいました。しかしさすがは徳川家、名将揃いや。しかし武田信虎殿はどうして徳川家にいるのやろうか。捕まったのでござろう。ふ、うんこのないやつよ。うん。この方はかの有名な服部半蔵殿でござろう。よい。知ってた、霊夢。なんだ。うぶ主は服部殿のことを、スクムって呼んでたのよ。そりゃおもろいな。さすがに今は服部って認識してるようやがな。あ、徳川家康殿が味方に加わってくださいましたぞ。おお。かたじけない家康殿。今宵は心ゆくまでオレンジジュースを酌み交わしましょうぞ。おめでとうござりまするー。うむ。レナ、レイム。なんだ。さっきの話の続きやがな。ほうほう。うぶ主が中学生の頃、脳腸で入院してたそうな。ふむふむ。それでいとこがサロヒマを持て余しておろうと本を買ってきてくれたそうや。良い話ではございませんか。して、どんな本をもらったのですか。伊達政宗や。ほう、それは元気になりそうな本ですなぁ。ここからが笑えるのや。なんとな。うぶ主は4人部屋で自信満々にその本をこう読んだのや。伊達政宗。それからうぶ主は一気に4人部屋の人気者や。
な、なんと言ってよいのやら。喜ぶべきか、哀れむべきか。ナマンラブナマンラブ。おお、半蔵殿に役職を与えたのですな。そうや。半蔵殿にはこれから頑張ってもらわねばならぬからな。半蔵殿なら大いに活躍されるでしょう。して、今我が領地は武田と飲み接しておると思うのやが、どの城から攻略すべきかのう、孔明先生。そうですな、ここは岡崎城は兵が少なく攻めやすい。また、春日山城は我が軍のふるさと。しかしながら、どちらも攻め取ると第二の勢力と接しますな。ふむふむ。ここは武田軍のみを相手にしていくのが上策でしょう。あ、ハゲだるま。人の話をもっと緊張感持って聞いておくんなさい。な？冗談ですよ、霊夢さん。ということは、この剣が先館を攻略せよ、ということですな。よいにござります。承知いたした。ではまず岩槻城に兵を集めなければなりませんな。うむ。承知いたしました。駿府城あたりからも出陣して、攻撃するように攻めると良いでしょうな。そうやのう。しかし兵がおるかのう。ツツジが先館を落としてしまえば駿府城は安全地帯。全兵力で出陣しても問題ないのですが。ま、成り行きを見守りましょう。そうやな。今では優秀な武将も豊富。攻撃も可能だろうて。よい。となると、この小田原城の兵は駿府城に持っていくべきかのう。と言いながらあんた即決断しているじゃねえか。しかしこれで良いと思いますぞ。駿府城は今、1万6000くらい兵がおります。強力な一軍を作るのは十分可能かと。よしよし。しかし西の備え&攻める準備も気になる。剣ヶ崎館攻めは、武蔵衆に力を貸してもらい、西に兵を持っていくのも考えておかねばな。なるほど。しかし武田にもムカデ衆がいますからな。ま、岩槻城にどれだけ兵が集結できるかですな。まあな。Thank you.
これだけ兵士がいればせめてはこんやろう。そうですな。あやや、色目殿。ご苦労様でござった。ふむ、岩月城からのみ出陣するのですな。うむ。忠勝殿が浪人にいるが、登用は難しいようや。敵に回られると厄介ですなぁ。ま、これも運命やろうて。このタルコ、相手が誰であろうと、全力でぶつかるのに。ということや。ぎょい。
ハゲダルマが異様に喜んでおるぞよ。風魔衆の頭領に失礼ですぞ。家康殿なら忠勝を説得できんかのう。どうでしょう、以前の主人ですが。家康殿でも無理っぽいですな。むむむ、なんたることや。忠勝を味方にできる日は来るのやろうかのう。そうですな、忠勝殿が大名にならない限りチャンスはあるかと。よっしゃ、錬磨製の技術研究終了だぞよ。これで輸送隊の移動速度が速くなりますな。ところで孔明先生、錬磨製とはどのようなことですかな。うむ。錬磨製とは、出発地から目的地まで同じ人や馬が運ぶのではなく、宿場ごとに陣場を交代して運ぶようにした仕組みです。なるほどな。つまり駅伝みたいなものですな。駅伝。なんとなく我が上杉謙信殿の車係も凛と似ていますな。そうですな、あったまよいですな皆さん。金玉？頭。地理帰ってこいや。な？ところであんた、もう出陣すんのか。そうや、ここも筒井が先や肩を落としてしまえば安全地帯や。そうですな、全兵力で出陣しても安心です。筒井が先や肩の倍近くの兵力になったしな。よい。相手は武田軍、兵糧庫も作っておかねばな。長期戦になるかもしれませんしな。
そういえば以前工作部隊で活躍しておった中条くんはどうしたのや。近頃見かけませんなぁ。北殿の軍団に所属しているのではないでしょうかな。しかし懐かしいですな、中条くん。中条くんは結構能力のあるステータスやったしな。ぎょい。今では輸送隊へまっしぐらなステータスの武将がたくさんおるからな。なまんだぶなまんだぶ。承知しました。第二陣の出陣ですか。そうや。第二陣もそうそうたる武将ばかりですな。どいつもこいつも首切り上手。他に褒め方ないのかよ。このレベル3匠の巻きは消すから手が出るほど欲しいぞよ。とんでもねえとこから手出すな。どんなケツしてんだよ。こっちのセリフでございます。おい、ここに真田正幸がいるぞ。マジかよ。巨雲飛竜もいるかもよ。いるわけねえだろ。いたら負けるかも。まあな。巨雲が短期掛けをしたら我が軍は短期負けですな。ちょっと、あんた何がやれみたいな顔してがやれ言ってんのよ。どんな顔だよ。ま、でも今のがやれはなかなかのものよ。はっきり言って、イチゴポッキーをご褒美にもらえるくらいよ。強烈至極にございます。うむ。何してんの、タルちゃん、はよ戦争おっぱじめんかい。おっぱいいじめんかいって、あんた変態ですか。あ、おっぱじめんかいって言ったんだよ。な。お。諸勢力に出陣してもらうんですな。そうや、向かれ対策よ。おまけに風魔衆にまで。風魔のおっさんも混乱戦法は天下一品よ。ぎょい。しかし諸勢力に同時に依頼できるとは。知ってたの、タルちゃん。知らね。武蔵衆がお抱え勢力だからかな。どうなんだろうな。
道義依頼できるみたいだな。時に孔明先生、今回もムカデは出てくるやろうか。十中八九出てくるでしょうな。しかしなんでムカデ風なんでしょうかな。何がです？名前だよ。もっとかっこいい生き物の名前をつければよかったのにな。諸葛亮曰く、ムカデは交代をしない虫らしいですな。戦場で一歩も引かぬ。ということで兜の前立てにも用いられたとか。ムカデの前立てをつけている武将は政宗の右腕、伊達重真が有名ですな。なるほどな。されば子の前立てつけたら皆気味悪がって逃げていくぞよ。アホか。戦わずして勝つ。これぞ兵法の極意なり。まあな。しかし子の前立てつけて死んでたら死んでも死にきれんわな。十中八九。成仏しないでしょう。なまんだぶなまんだぶ。諸勢力の部隊が出陣しました。なぜこんなところから出陣しているのですかな、孔明先生。知らん。またデンジャラスな発言したでしょ。このステータスがマカトノに見えますか。冗談に決まってるでしょ。この時代にそういう冗談を言えば、十中八九、首と胴体が離れ離れになるでしょう。そりゃそうだ。は？しかし依然に影勝殿、出てこなかったか。あれは剣心殿の養子となったってことで出てきたのでしょう。なるほどな。しかしさすがは武蔵風。強撃を狙いたいという我が気持ちを見抜くとは。あ、ムカデも来ましたぞ。敵部隊、壊滅しました。
始めよ。あんな大胆なところに兵糧庫作ってるのに出てきませんなー。ふ、さすがは信玄。この城に信玄いねえよ。マジか。マジだぜ。そっか、確か大将は信門殿だったな。よい。会える。あ、武蔵衆が武田の陣屋にて苦戦中。おいおい。先っぽ旋回。強撃できねえがねえか。根こそぎ拾い取るのよ。ちょっと霊夢。なんだ。拾い取るといえばここ、ブドウの産地だよな。そうだな。ブドウ食べたいよな。食べたい食べたい。ブドウを口いっぱいに頬張りたいのよ。ま、今はこれで我慢しとくか。何飲んでんの、タルちゃん。はぁ。ブドウジュース？ウィーウィーってあんた、ワイン飲んでんの？結構いけるぞよ、レイム。あんたも飲んでみられるレロ。あんたもうベロンベロンじゃねえか。敵部隊壊滅。皆の者、我に続け。誰これ、誰これ、って味方の綱成殿だろ。おっとといきやがれ、またやろう。は？あんた完全に悪酔いしてるな。ガルルルルー。やかましい。踏み散らせ。金玉踏んづけたらんかい。あんたもう寝た方がいいよ。ラマヤン。何の苦しき。そういえばレイム、ブドウの種類でめちゃめちゃ美味しいやつ。巨乳だっけ？巨峰。食べたい食べたい、巨乳を口いっぱいに。続くのだ。何の苦しき。一気に突き崩せ。あ、宇治安殿の槍ぶすまの極み。なかなかのつけ麺じゃない。イケメン。槍でぶすっと極まったらんかい。槍でぶすっと刺すから槍ぶすまって言うんですか、孔明先生。外門を突破いたしました。さあな。突っ込め。力を合わせよう。
のこれしき。近づけるな。なんと。陣を変え。あんたまた陣替え忘れてるやんか。布陣を変更せよ。敵を一突きにせよ。こやつ、なかなか活躍しておるなぁ。宇治安殿だからな、そやするだろ。お味方が城内に突入しました。今の活躍、いちごポッキー武装者よ。駆け抜けよ。今がこ なんと。もうそろそろ陥落しますぞ、タルちゃん。突撃。お、こやつもなかなかのつけ麺やのう。はっきり言ってロストライクよ。そうですか。ケチ寄せ。とどめかな。日を逃すな。やるな。敵城を制圧しました。やりましたぞ、タルちゃん。うむ、これで無能食い放題やな。あんた、何のために天下を統一するのですか。